皆さん、シャーレ、こんにちは。私、ワンニグと申します。今回はですね、おそ松さんのことに関してなんですけども、皆さん、100円ショップ行ってますでしょうか？なんとですね、100円ショップで今、3月下旬から順次、おそ松さんと松犬のコラボグッズが今、販売中でございます。3月下旬から、キャンドゥで、セリア、ワッツ、4月の中旬からですね、ダイソーさんと、もう大体の大手の100円ショップで販売開始になっていきます。いってるかな？ダイソーさんは今現在収録日が4月16日なもので、地元ではまだ見つかってはいないんですけども、多分どっかであると思うんですよね。一部店舗しかないとは思うんですが、昨年もね、キャンドゥさんとあとワッさんとあとセリアさんかでやってたんですけども、今回はそこにダイソーさんが加わったと。もう大体的にやってると。それに合わせて今プレゼントキャンペーンみたいなのやってるんですよね。それはね、購入した人限定のプレゼントなんですよ。でそれも合わせて紹介しようかなと思います。今回のおそ松さんの方に関してはラテ松という、まあちょっとレトロ、前回がね、レトロポップだったんですけど、今回は、ちょっと、おしゃれな感じのカジュアルですね。自分はやっぱりね、エスニャンがいるのがいい。松井の方は松井のベーカリーとして、まあ、パンを作ったり、パンになったりという松井のイラストが、いろいろ使ったグッズがあります。おそ松さんの方に関しては、まあ、缶バッジ、クリアホルダー、ラバーキーホルダー、アクリルキーホルダー、アクリルプレート、クリアシール、リングノート、メモ帳、養生テープ、で、フロッグ、マグネットシート、ミニトートバッグステッカー、巾着だね、マグカップ、ミニトレー、ランチョマット、クリアボトル、そしてスプーン、フォークとあるんですけども、現状ね、スプーンとフォークに関しては、ダイソーさんが、入荷するかなって感じです。自分あの、キャンドゥさんの方で購入したんですけども、スプーンとフォークはなかったんですよ。他の方の情報を見る感じだと、松さんとか、セリアさんとかではなかったという情報が多かったので、おそらく、ダイソーさんで取り扱いがあるのかなと思っております。松井の方に関してもまた別であるんですよね。で、缶バッジ、クリアホルダー、ラバーキーホルダー、アクリルキーホルダー、オブジェ、ウォールステッカー、メモ帳、クリアボトル、フレークシール、マスキングテープ、クリアシール、ミニハンカチタオル、フェイスタオル、ラウンドポーチ、コインケースと。こっちもこっちでね、グッズ多いのよ。で自分が購入したのはまあこんな感じなんですけども、最初言った当時はね、オブジェは一応全種類はあったにはあったんですけど、次行った時には、オブジェもほぼ刈られてましたね。俗語で言いますとセミとなっておりました。セミ。購入者限定プレゼントというのがありまして、商品を購入して、ツイッターの対象ハッシュタグをつけてツイートアップした方に向けて抽選で100名に、ラテ松松井のベーカリーオリジナルビッグ缶バッジをプレゼントとなっております。こちらがそのツイートなんですけども、おそ松さん松犬プレゼントキャンペーン、ラテ松松犬ベーカリーのこの3つのハッシュタグをつけて、ツイッター上につけてアップした後に、画像と一緒にアップした後、専用の応募フォームが必要となります。応募フォームで必要事項を記入してエントリーになります。で、通常応募に関しては、お一人様何回でも投稿できると。だから買うたんびに毎回アップしてもいいと思う。これがその缶バッジです。かわいい、かわいいですね。で応募期間がですね、本当はね、なんか期間短かったんですけど、4月30日土曜日までとなっております。まだ日にちありますので、
迷惑メール設定をされている方はアットマークおそ松さんハイフン FC.com のドメインからのメッセージが受信できるように設定をしておいてください。これしないと追加型でも無効になっちゃうんでね、これはしておきましょう。そちらのおそ松さん松犬コラボのグッズなんですけども、簡単ですがご紹介いたしました、ね、購入された方はぜひね応募しましょう。こちら当たるかもしれませんよ。